一緒にいてても、はい、なんか世界ってそうですね、お花畑であんためでたいよっていくら言われても、はい、めでたくたっていいじゃない、それめでたいって最高じゃないですか、最高の穏やかな人と付き合って、はい、そうねって、はい、もしかしたらそんなつもりじゃないのよねって、はい、うん、気持ちでそういうのを取り込んだ方が、うん、きっと平和でいられる気がするかな。はい、いつもありがとうございます。こちらこそ。先生、僕の友人で、うん、誰かから見られると私のどこが悪いんだろうとか、なんか私変なことしてないのにとか、あの人なんで見てくるのやーねーみたいな感じで思っちゃう人いるんですよ、うん、はい、いや僕からするといや君のこと見てたのかなって思っちゃうんですけども、どうにかなんかアドバイスみたいなのができたらなと思うんですけど。そうね、はい、まあ、気持ちも分かるね。僕も昔、はいはい、自分に自信がなかった時って、はい、自分が人にどう見られるかっていう、うん、自分の評価をこれ投射って言って相手に映し出して、はい、相手はきっと私のことを変に見てるとか、はい、ダメな人とか、はい、あの髪型何とか、はい、あの今日だとオレンジ何とか、ね、そうやって外の評価を自分が、向こうは多分思ってないんですよ、はい、思ってないけど自分の思いをこう投射する、はいはい、映し込む。そうすると、はい、あきっとそれと、もう一つこう認知の歪みっていうのがあって、ね、はいはい、教えてください。認知の歪みっていうのは物事を考えている時に必ず人って、はい、その人に合った形の歪みが生じますよって、うんうん、スポットライト効果っていうんだけど、うん、実際に自分のこと誰も見てないのに、はい、自分が見られてるとか、うんうん、自分のことをきっとこう見てるとか、うん、まあいい部分だと、はい、まあ、きっとこう頑張ってるなって見てくれてるとか、うん、あ自分はこう頑張ってるところを誰か上司は見てくれるだろうって、これはどんどん元気になるけど、うん、はい、あきっと私のことを笑っているとか、はい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 、きっと私のことをバカにしてるとか、こうやってスポットライト効果がマイナスに働いた時に、はいはいはい、人間ってすごい不安になってくる。あ、そうなんですね。先生、ちょっと投射とスポットライト効果2つあったんですけど、うん、投射めっちゃ怖いなと思ったんですね、今話を伺ってて、うん、これなんでこうやってなんか自分の、なんだろう、自分に対してのイメージを外に、人間ってこう、はい、世界を見てるようだけど、はい、例えば遅れてきた部下を見た時に、はいはい、サボってたってすぐ言う人は、多分自分がサボる人なんだと思うんだよね。そうなんですね、あの人絶対浮気してるっていう人は自分も、はい、逆に言えば、はい、もっとたくさんの恋をしたいと思ってると、はい、ついつい、まあ、過去勝って、はい、そういうその人に、うん、こう浮気が何度かあったら、まあ、人間は暗示が入るけど、はい、すぐ絶対浮気してるとか、はい、あこの人恋したいんだわとか、はい、もっと他にいい人がいたらなと思ってるに違いないっていうのは、はい、意外と、はい、自分の中にもそういう気持ちがあるから、うん、人ってみんなそうよねとか、うん、新しいものが好きなのよねとか、うん、すぐチャンスが出たら行きたいのよねっていうものをこう事実がなくても勝手にそれを映し込む、はい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 、これを投射とか投影とか言うんだけど、はいはい、投げ込んじゃうんだよね。あ、伊藤先生、でもこれってみんなやってるんですね、これを、うん、やっちゃうのよ。あ、そうなんですね。だからそういう意味でそうなってくると、はいはい、自分は、うん、こう周りがきっと人をバカにしてる人って、うん、きっと、うん、周りも自分のことをバカにしてるとか、人を嫌ってる人ほど、はい、うん、あの人きっと私を嫌ってるわとか、あ、うん、あのマウント取ってくる人が多いんですよねっていう人は、はい、実は自分がマウント取りたい人なんですよね。あ、だからあれバカにされたとか舐められたとか軽く見たとか、いやバカにしたんじゃなくて、はい、こうした方がいいよって言っただけかもしれない、事実は変わんないんだけど、うんうんうん、あ、指導してくれさったとか、はいはい、なんかアドバイスしてくれたと思うのと、はい、上目線でバカにされたとか、うんうんうん、あれ舐めてるわとか、はい、軽く見られたわっていう風にすぐ自分を中心に、はい、物事って、はいはい、世界はそこにただあるっていう人もいるんですよ。あ、ちょっと、うん、そこもっと教えてください。あの構成主義っていうし、はい、まあし、まあ、一つの理論があって、はい、この世界って哲学の世界でも現象学の世界でも、はい、この世界ってただそこにあるんだけど、はい、そこに僕らは色をつけるんですよね。これはバカにしているとか、これは軽く見られたとか、はいはいはい、うん、あれは自分を、ね、舐めてるんだとか、はいはい、
そういう言葉がやったら多い人は、はい、自分より弱い人を見ると舐めてかかるとか、うん、自分に対して、はい、危害を加えない人にはちょっとマウント取って抑えにかかる、うん、そうやって自分を中心にものを考えてるから、だからいつも槍を持ってるから、はい、他人の槍に対しても敏感、いやっていうか槍はないのかもしれない、構成主義でいうと、はい、世界は何もそこにないのかもしれないけど、勝手に僕らは色とりどりのイメージを勝手に外に見せるんです。なるほど、その人から見るともう槍畑っていうか、もう針の槍山地獄、山梨ばっかりに囲まれて、はいはいはい、なんてこの世界は生きにくいんだとか、はい、だからバカにされちゃいけないとか舐められちゃいけないとか、うん、そうすると仕事頼まれても、うん、ね、はい、あ無理ですとか、はいはい、だって失敗したらきっと攻撃されるに違いないとか、うんうん、何かをやってチャレンジした時にうまくいかなかったら、うん、バカにされるんだったらもうあ無理ですって言って、うん、最初の段階から、はい、もうマイナスの風にしか取ってもらえないと思ってる人は、はい、チャレンジもしなくなるよね。あ、そうですね。結果だから世界はその人が見たいようにしか見てない、はい、だから、うん、あれは軽く見てる、バカにしてる、うんうん、彼氏は絶対浮気してるわとか、うんうんうん、結果私以上に他の人をいつも探してるんだよねっていう人は、はい、意外と過去にさっき言ったようにあれば別だけど、はい、あればそういう事実に近い、うん、思っちゃうのは仕方ないけど、 ないけど、はい、ないのに勝手に決めつけて、はいはい、世界を見ちゃう、はい、うん、楽をしようとしてるとか、はい、あいつはサボってたに違いないとか、はい、あいつは、うん、自分のやれることしかやろうとしないとか、うんうん、多分そういう人って自分がそういうスタンスで生きてるから、はい、すぐこうポンと投射しちゃう、江戸先生プリズムみたいな、自分自身に対する、うん、なんだろう、意識が足りないっていう感じが したんですね、今の話を聞いて、うん、なんでこの自分が思ってるイメージが、うん、向こう側に投射されるとしたら、もし今この世界が針山地獄だなって思ってる、見てる方がいらっしゃるとしたら、うん、もしかしたら自分がどこかで誰かを指してる可能性があるってことでしょう。そうそう、だから多分マウント取られた、はい、取られたっていう人は絶対自分がマウントに対して敏感っていうことは、はい、自分が絶対マウントを取ろうとするケースがあって、 あのえ、はい、あの人そんなつもりで言う、あれバカにされたよねって人言われても、はいはいはい、あそうなの全然気づかなかったっていう人は、はい、多分針が事実あったとしても、はい、穏やかだから針に感じない、うん、あれってあなた、うん、あんな風に夫に言われて、うん、あれって舐められちゃダメよとか、うん、彼氏にそんな言われ方したら、うん、バカにされてるんじゃないのっていう人は、はいはい、その人の見方を語ってる、はい、でも、はい、穏やかな人って、はい、そうだったのかなとか、はい、うん、主人はそんなつもりじゃなかったと思うよみたいな、はい、あなたはね物事を楽に考えすぎるよって言うかもしれないけど、はいはい、この人はこれでハッピーなわけでしょ。はい、そうです、その人はハッピーです、ハッピーなの、はい、それをなんでそうやって敵対心を持って物事を見なさいって言われちゃうのかなっていう人っているじゃない、うん、なんか一見親切そうだけど、そうですなんかあの火付け役みたいな、はいはい、はい、いつも動線に火付けて、あれはバカにされてんだよあなたとか、あなたに一言言ってあげなきゃとか、はいはいはい、あのその人の、はい、もうすごいあの変なおつぼね的な見方を、はい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 、こう動線つけて、そうですね、火付け役みたいな、本当に爆弾魔ですよ、爆弾魔そういう人とはねあんまり関わらない方がいいかな、はい、だまあ関わらない方がいいから、ああそうかもしれないですねって、はい、あ意識していますみたいな形ですら、うん、でもそういう人って爆弾魔って、はい、そうですかって乗っかってくる人は、そうよ絶対あれば感じてるよって乗っかってくる人大好きだから、はいはいはい、だから、はい、あそっか儀式していますみたいな、さらっと終わる、はい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 、一番いいのは僕ね、なんか素敵な人って、はい、なんかふわっとした人もない、これは僕個人的、はいはいはい、なんかふわっとしてるなって思う人は、はい、なんかすごく、はい、そうだったのかなとか、はい、あそういうつもりだったのかな、分かんなかったとか、はいはいはい、まあ、いやって言える人って、うん、はい、なんか一緒にいてても、はい、なんか世界ってそうですね、お花畑で、はい、うん、あんためでたいよっていくら言われても、はい、めでたくたっていいじゃない、それめでたいって最高じゃないですか、最高な、なんでそうやってすぐあの武器送りつけたり本当にそう、光の導火線に火をつけるようなはいはい、はい、今世界がやってるようなことをやるのかなって、ね、はい、うん、だから世界はやっぱり公正主義って言えば、はい、事実は何もないんだけど、
ど、うん、勝手に僕らが心の中で色を塗って、はい、だから真っ黒に世界を塗ってくるとか、うん、危険な人ばっかりっていう人はシャドウを全部抜いて、うん、なんか世界中がだから、うん、もっと見方をこう、うん、枠組みをずらした方がいいかもしれない ね、はいはい、そして穏やかな人と付き合って、はい、そうねって、はい、もしかしたらそんなつもりじゃないのよねって、はい、うん気持ちでそういうのを取り込んだ方がきっと平和でいられる気がするかな、うん、そうですよね、うん、あのこの世界にはそういう優しい人たちだけが集まる場所とかってあったりしますもんね。そうそう、だからやっぱ素敵な人は素敵な人たち、はいね、きっとこういうつもりで、まあでもそういう人がいても頑張ろうとか、うん、まあそれはそれでその人がそう思ってるんだから、はい、まあ、いいんじゃないって、うん、メンタルに来られる人たちっていうか、はい、メンタルの受講生って、うん、結構徐々にそうなってくるんですよね。いい人が多いですよね、うん、そうなの、はい、だからやっぱり類は類を呼ぶで、うん、やっぱ素敵な人って、うん、だんだんこれね人間ってこうモデリングで、うん、どんどんそういう人の中に染まると、うん、だんだん世界ってあったかいなとか、はい、そういう見方でいいんだとか、はいはい、あそういう考え方があるなって、はい、うんうんうん、で中にこういう話するとでも警戒しといた方がはい、すごい後で衝撃受けなくて済むんじゃないですかっていうね、いう人もいると思うんだけど、はい、でもねあのテニスでも力を抜いてるからいざとなったら動けるんで、はいはいはい、最初から緊張してると戦えないんで、はい、そうですね、その時に今ここ、うん、起こったことを考えよう、だからその愛の日はぼーっと過ごしてもいいんじゃないのっていうのが僕の基本的に考え方で、うん、そしていつも力を抜けって言われるのは、はい、力を抜いてる方がいざとなったら力が入って、うん、はい、その状況において戦えるよと、うん、ところがやっぱり心的に疲労してらっしゃる人は、うん、来てもない時からああでもないこうでもないって考えてしまう傾向があるから、うんうん、あの昔ニューヨークを、ね、東方旅行した80いくつのおばあさんが、はい、すごいですねってニューヨークタイムズに言われた時に、はい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 、最初の一歩踏み出すのに勇気いらなかったわ。そうなんですよね。その徒歩旅行で大陸横断するぞなんて思うと、はい、もう最初から足一歩も出ないけど、そんな人いるんですよ。もしかしたら徘徊されてたのかもしれない。いいじゃないですか。でも徘徊しようが何しようが、はい、何しろ最初の一歩が踏み出せないと、うんうん、世界は一歩も動かないんで、いやそうですね、思考実験でね、まあこれも YouTube だけ、ネットで何かいいことないかな、うん、何かないかなって、うんうん、ゲームで何か世界、あ自分は世界の天下を取ってるって、うん、僕はあの否定するつもりはないけど、うん、そっから、ね、出たところでしか世界って動かないような気がします、うん、そうですね、うん、まずは最初の一歩から、生き生きしよう、生き物だから、そうですよね、うん、いや本当にそう思います。あの他人の目線だとかそういうのを気にせずに、まずは自分からですね、そう、はい、笑顔で過ごしてほしいなって思います。ぜひとも人生一回だからね、はい、先のこと考えたって一回、うん、もう過ぎ去った過去考えたって一回、うん、だったらこの瞬間を精一杯味わって、はい、振り返ったら楽しかったって言える終わり方をすることを期待しています。先生今日もありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんまたご覧ください。ありがとうございます。